だメイドインジャパンがすごい安くなるんですよ。もう今実際その100円ショップとかでメイドインジャパンいっぱい溢れてるけど、僕もそんなにたくさん行ってないけど、うん、もう今日本が一番安い国で、いやでも驚いたけど韓国と台湾と逆転してるからね今物価。あ、そうだね、今韓国と台湾の方が高いですよ、いろいろ外食とかも。いや、本当そうだね。安いのはインフラだけ、うん、あだけど確かに、ね、物価とかは韓国と台湾の上なの。値段に関してはもうだいぶなくなってきた、ね、なくなってきた、まあ、ただやっぱ日本やっぱ綺麗だよね、それだけは言える。それは税金いっぱい使ってその国民から吸い上げてるからそれ綺麗なんだけど、人口も減ってるから本当にやばいよ、早く出ないと。ベトナムのデメリットも多いんですよ、空気汚いとかね、インフラがまだない、電車がないね、だからそこら辺で移動も大変っていうのはあるんですよ。あとベトナム語っていうのは覚えてもベトナムでしか使えない、これ、ね、ここら辺が出てる。電車で日本一、日本一だっけ、彼みたいな人は大丈夫だよね。インド行って暮らしたっていう人はベトナムはもう本当に メジャーだから大丈夫。インドも自転車ですから。インドも自転車、ベトナムはもう言わない。インドも自転車なの、自分の自転車じゃない。向こうで現地で買って。マジで全然大丈夫。向こうで現地でいくらだったの、自転車か買いたいってどこに500円くらいの。高いんですよ。高いんだ。高いんだ。日本円で8000円くらい、うん、超高いよ。1000円か。ドンキホーテ同じだね。なんか自転車だけは、あ、自転車だけだね。もう1食でも50円あ、そうだよね、そうだよね。それで向こうの自転車買うの大変だね。300円、うん、で1泊が300円、牛買った方がやる。ドミトリーとか1人部屋で300円、エアコンなし、エアコンなしでベッドもかゆいみたいな。テレビが早いってどういうこと。僕が強かったのか、ゴキブリは張ってくる。あ、そうなんだ、でもそういうのが嫌なら、うん、800円ぐらい出せる、まあ、うん、お金なせば、まあ、ベトナムは同じですよ。あのお金も出せばね。でベトナムさ、ピンキー1000円でさ、結構綺麗じゃん、ホテル。そうそうそう、カマツカ君とも合流したんですよ、はい、この2人はね、もう合流したんですよ、向こうでね。ベトナムで、そう、ベトナムで相立ちして相立ちして、向こうでこれやったんですよ。そんなやってたんだ、知らないよ。ごめん、もう。でもあれ、彼のね、経験で働いた時に、なんか、いつかはちょっと南で、東南アジアで、ね、ハイタッチしようかって言ってたんで、言ってて、うん、2年前に、ね、実現。そうそうそう。マジだよね。やってることお互い全然違ったけど。まあ、今、その事務所作ろうとしてるのは、もう何回も行ってるじゃないですか。だからその荷物がね、もう鬱陶しくて、その販売物とかも、ね、その運んで戻ったりとかめんどくさいから、それ向こう置きたいなと思って、それで借りようかなと思って、で一緒にやってる人2人いるんです、3人いるんですけど、全部で割り勘で借りてやろうかなと思って、ローカル物件でこの間見てきたんですけど、だいたい1ヶ月1万円ぐらいです。あ、1万円ぐらい安いですか。安い。ベトナムの魅力はその、まあ、マンションも安い、ローカルも安いと、うん、変な人だから、素晴らしい、すごい、すごい、ちょっと書いてて、いや多分このメンバーしかいないんだから、ここでもいいじゃないですか。寒い、何言ってるか分かんないね。だからテレビすごい、すごいです、ワールドワイドですね。ワールドワイド。彼もなんかずっと、なんだろう、サイヤー派手な時も、うん、そういう外国人がいっぱいいるゲストハウスに住んでたから、うん、あ、そうなんだ。俺もそこに住むかとか悩んでたの。あ、そう、うん、